盛り土等による災害を防ぐための大切なお知らせです。ご存知ですか？危険な盛り土等を規制する取り組みが始まります。盛り土規制法が施行され、規制区域が指定されます。令和3年7月、静岡県熱海市で大雨に伴い盛り土が崩落し、大規模な土石流が発生したことにより甚大な人的物的被害が生じました。この他にも盛り土等の崩落による被害が各地で発生しています。危険な盛り土等による災害から生命と財産を守るため、令和5年5月に宅地造成及び特定盛り土等規制法、通称盛り土規制法が施行されました。盛り土規制法では規制区域が指定されます。安全な盛り土等を作らなければなりません。盛り土等を安全に保つ必要があります。実効性を確保するため、違法な行為に対して重い罰則があります。盛り土等が崩れることにより人家などに被害を及ぼす可能性のあるエリアを危険な盛り土等を規制する区域として指定します。宅地造成等工事規制区域では、市街地や集落、その周辺など盛り土等が行われれば人家などに危害を及ぼしうるエリアを指定します。特定盛り土等規制区域では、市街地や集落などから離れているものの地形等の条件から盛り土等が行われれば人家などに危害を及ぼしうるエリアを指定します。規制区域は奈良県知事が地域の地形、地質等に関する基礎調査の結果を踏まえ、関係市町村の意見を聞いた上で決定します。奈良県の規制区域指定の考え方について、宅地造成等工事規制区域においては、都市計画区域、その他開発行為が行われた区域、集落の最も端の建築物から端の建築物をつなぐ道路を集落内道路と設定し、そこから250メートルの範囲が指定対象となります。特定盛土等規制区域においては、保全対象、建築物、道路の損する土地の区域に勾配2度以上で流入する渓流の上流域、または保全対象、集落外の建築物、道路の損する土地の区域から平地50メートル、傾斜地250メートル範囲が指定対象となります。規制区域の候補となる区域は、奈良県のウェブサイトで確認することができます。安全な盛り土等を作るために規制区域内で盛り土等を行う場合は、あらかじめ奈良県知事の許可や届出が必要となります。許可や届出が必要となる盛り土等とは、例えば盛り土、切り土であれば、宅地を造成するための盛り土、切り土、農地の造成や残土処分場における盛り土、切り土等、土砂の仮置きなどの一時堆積のものであれば、土砂のストックヤードにおける仮置き等の行為が対象となります。許可や届出の対象となる盛り土等の規模について、盛り土、切り土の場合、盛り土で高さが1メートル超え、2メートル超えの崖を生ずるもの、切り土で高さが2メートル超え、5メートル超えの崖を生ずるもの、盛り土と切り土を同時に行い、高さが2メートル超え、5メートル超えの崖を生ずるもの、盛り土で高さが2メートル超え、5メートル超えとなるもの、盛り土または切り土をする土地の面積が500平方メートル超え、3000平方メートル超えとなるものが対象となります。土砂の仮置きの場合、最大時に堆積する高さが2メートル超え、5メートル超えかつ面積が300平方メートル超え、1500平方メートル超えとなるもの、最大時に堆積する面積が500平方メートル超え、3000平方メートル超えとなるものが許可の対象となります。規制対象となる盛り土等には、奈良県知事などが許可地の一覧を公表、工事主が周辺住民に事前周知、工事主が工事現場に標識を掲出といった措置が取られ、不正な盛り土等を見つけやすくなります。
標識がないなどの不審な盛り土等を見つけたら、奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局建築安全課、または郡山、高田、中和などの各土木事務所までお知らせください。安全な盛り土等とするため、安全基準が定められています。規制区域内で行われる盛り土等の許可を受けるためには安全基準に適合させることが必要です。例えば盛り土、切り土なら盛り土内に水がたまらないように排水施設を設置、崩れにくくするために締め固めを実施等、土砂の仮置きであれば土砂が流れないような地盤勾配を設けること、周囲との安全な距離を保つために空地を確保等が必要です。許可申請から工事完了までの流れについて、まず許可申請前に土地の所有者ら全員の同意と周辺住民への事前周知を行います。次に許可申請をし、奈良県知事の許可を得ます。工事着手時には現場での標識掲出、定期報告、中間検査を行います。最後に工事完了時の完了検査を行います。盛り土等を安全に保つためには維持管理が重要です。規制区域内では過去の盛り土等も含めて土地所有者らがその土地を安全な状態に維持する必要があります。土地所有者らが認知していない盛り土等であっても、周辺の安全確保のため土地所有者らに是正命令が行われる場合もあります。盛り土等による災害を防止するため、自らの土地を安全に維持管理することが非常に重要です。盛り土の割れ、地下水の流出、擁壁の割れなどがないか定期的に確認することも維持管理の方法です。今後奈良県では衛星や航空写真などを活用して、不法違法な盛り土等が行われていないか調査を行うなど、不法な盛り土等を早期に発見する取り組みが進められます。盛り土規制法に関する情報について、詳しくは奈良県国土交通省、農林水産省、林野庁のホームページをご覧ください。